研究の主な興味といたしましては、人の行動などをセンサーやカメラなどを使いまして撮影して、このセンサー情報を取得いたしまして、そういった人がどういうふうな行動をしているのかというものをベースに、人の心の動きでありますとか、心の状態、あと、意思決定の過程などをモデリングやデータ解析を通して実現していこうと、そういった研究に興味を持って取り組んでいます。でなんか先生が最初そういう今の研究テーマをやろうと思ったきっかけみたいなのがあったんですか？そうですね、もともとは画像処理でありますとか進行処理でありますとか、あとデータの分類などですね、中心に行ってきてたんですけれども、近年ですね、子どもをよく見てますと非常に面白い行動をとるんですね。でその時にその子どもがなぜそういうふうな行動をとるのかというものを非常に、興味深くしておりまして、けど子ども子どもによってその行動の様式が違うんですね、ということで何が違ってその行動出てくる行動が違うのか、やっぱ行動だけを見るだけではダメで、やっぱりそういった子どもたちが行動を起こす心の中の状態というのを推定しないといけないなというようなことを考えておりまして、まずですね、そういった行動から子どもたちの心の中を探ろうということで、その行動の解析でありますとかモデリングとかいうことに取り組もうというふうにします。そういった興味から始まりました。